去年11月、山口県庁を内閣官房の参事官が訪ねました。武力攻撃予測事態、万が一の事態を想定をしまして、先島の住民の方約12万人につきまして、今後避難住民の方の受け入れについての検討にご協力をいただけないかと。政府が求めたのは先島諸島からの避難者の受け入れへの協力。万が一の事態、台湾有事が念頭にあるとみられます。先島諸島は日本最西端の与那国島や観光地として有名な石垣島、宮古島などからなります。台湾からの距離は110キロから350キロほど。台湾有事が現実に起こってしまったら、国は先島諸島の住民11万と観光客1万、合わせて12万人を航空機や船を使って九州と山口県に避難させる計画を考えています。要請を受けた山口県は、県内の避難所やホテル、病院、備蓄物資などからなる基礎的な資料を国に提出したということです。3月、私たちは先島諸島の一つ石垣島を訪れました。台湾からの距離は270キロで、人口およそ5万人。美しい海を求め多くの観光客が訪れるほか、農業も盛んで、パイナップルやサトウキビ、黒毛和牛の石垣牛が有名です。緑豊かな島ですが、現在は防衛の最前線とも位置づけられています。去年、自衛隊の基地が作られたのです。石垣島の山の中腹にある陸上自衛隊石垣駐屯地です。去年3月に開設されてちょうど1年、建物には真新しさが残っています。陸上自衛隊石垣駐屯地、配備されているのは陸上から相手の船を攻撃する地対艦ミサイルです。駐屯地の開設から1年、住民の中では賛否が交錯していました。石垣島を守るために作ってやってるから、それでいいんじゃないですか。自衛隊がいるから石垣島安全。そうそうそう、安全さ。ない方がいいと思います。なぜですか。いやいや、やっぱり基地があると攻撃される可能性があるでしょう。自衛隊がいるだけで何か安心感があるっていうのかな。内地のニュース見てたら、地震したとこなんかもうみんな自衛隊が活躍するんじゃないですか。ボランティアでね、もう最高だね。石垣島にそういう台湾有事のための基地として作られたら真っ先に狙われるんじゃないですか。避難しろなんて言ってることはもうすでにもう認めてることですよ。あんたたちは危険ですよ、だから逃げていってくださいって。陸上自衛隊のミサイル部隊は石垣島だけではなく、宮古島や奄美大島にも配備されています。住民を守る盾となるのか、敵から狙われるリスクとなるのか。沖縄で安全保障の研究を進める野添文明さんに聞きました。防衛の空白地帯であるところにおいてはですね、やはりむしろ、力の空白が起こってですね、侵略国が、そこを侵略しやすいような状況が生まれるっていうことも、一理あるし、ありますし、それ安全保障についての非常に有力な考えですね。他方でやはり地域に住んでいる人々からすると、逆に自分たちが標的になるリスクがあるという、そういうことを考えてしまうっていうのは、まさに沖縄戦がですね、歴史としてあった沖縄の人も当然こう考えるわけですね。なのでそういう両方の側面というのはしっかり考える必要がありますし、政府もですね、有事になれば、確実にこう住民を守るんだという、そういう姿勢を示すっていうことは非常に大事なことだと思います。台湾有事で想定されている山口県への影響は避難者の受け入れだけではありません。
アメリカの有力シンクタンクのシミュレーションでは、中国は台湾侵攻と同時に岩国などの在日アメリカ軍基地を攻撃する可能性が高いと指摘されているのです。東アジア最大級のアメリカ軍基地を抱える岩国市、山口県。台湾をめぐる動きは私たちにとって決して他人事ではないと言えそうです。